こんにちは、ギャンブラーヒカルです。今回はゴールドランクのプレイヤーがどんな雰囲気か、その特徴とかについて話していきたいと思います。そして運が良ければ今回からまあシルバーランク、シルバーじゃないや、プラチナランク狙えるところまで来ています。あと39ポイントなんで、もしかしたら今回でシルバーランクになれるかもしれません。ゴールドランクの特徴なんですが、ブロンズやシルバーと比べると、このプリフロップの時、最初のターンで誰かがレイズした後にリレイズする人っていうのが減りました。増えたんじゃなくて減りました、全体的に。そしてあとは自分にハンドがない、ハイカード何の役も揃ってない時は、こうフォールドできるプレイヤーっていうのも増えてきました。でもこんな感じで、まあ、ガンとオールインする人もいますが、フォールドする人増えてきてます。あとプリフロップで結構突然オールインする人、これまだいるんやけど、その人数も減りました。なんか突然オールインとか、なんかやけに大きいベッド、いきなり 14,700 でブラインド200やのに3000とか4000いきなりベットする人、そういう人も減りました。これはフォールドです。これなんかすごくいいよな。なんかこうリンクインが3人入ってるんで、通常のベットよりも大きいベットをしてリンクを下ろすと、まあ、ただし、まあ、現状これ本来だったら、本当に微妙なハンドやったら降りるべきところなんですけど、まあ、全員まだコールしちゃうと。それがまあゴールドランクです。まだカードが見えているうちは、やっぱし高いチップ、高い投資をしても、高い費用を払っても参加したいみたいな。微妙なハンドでも参加したいっていうのがゴールドランクです。さあ、どんなハンドでリンクして、どんなハンドで大きくベッドとしてきたのか見ていきましょう。このプレイヤーめっちゃアグレッシブよな。突然オールインしたり、まあ、そういうプレイヤーがいると場が荒れて、まあいや嘘やろ、またまたオールインして、でコールしたらほんまに強いハンドで俺6位みたいな、そんなこともまだあり得る。そういう事故に巻き込まれないように気をつけてプレイしたいと思います。難しいよな、どこで。まあエース持ってたらもうコールしていいと思うけど、ボタンだね。こういうプレイヤーがいるんで、ちょっとおとなしくしておきましょう。そしたらこのプレイヤーが飛ぶか、このプレイヤーが誰かを飛ばしてくれると思います。無理せず行きましょう。コール。こういうプレイはどちらかといえばブロンズとかシルバーで結構見られるんやけど、さあこれもうどちらかが、誰かが飛ぶような状況です。おー、あ、残念。このプレイヤーは元気でいてほしい。そうするとみんな飛ばしてくれるから、すごい戦いが楽になります。これなー、行きたいんやけど、もうこのプレイヤーの大きなベッドが怖いんで、ちょっと控えめにします。まあフラッシュ来たらラッキーみたいな。これは、コールしていきましょう。コール。コール。巻き添え食いたくないけどな。でも、ハートが出たらラッキー。あー、出なかった。チェック。もうここで諦めようか。ベッド。ここで諦めます。ハート出てくれたら一気にこのプレイヤーからチップ奪えてんけど、残念。
音。コール。オールイン。コール。まあ、今回はこのアグレッシブなプレイヤーがいるんでテーブルが荒れてます。もう大きなベッドに対して17.5かなり大きいよな。それでもやっぱコールしてくるのすごいよな。一体何のハンドでみんなコールしてんのっていうところやけど。チェック。チェック。チェック。いや、慎重なプレイヤーが多いと思ったんですけど、まあ、このテーブルに関して言えばかなりアグレッシブな状況です。っていう。もう。なんかブラフもしてるんやろうけど、今回はめちゃくちゃ強いハンド。コールしちゃうよな。7でも多分ブラフだろうみたいなんで。じゃあ敵だね。オールイン。まあこれは、コールしていきましょう。まあ相手、このプレイヤー飛ばすことができるんで。チェックで回せるとありがたい。まあ6と10なんで俺めちゃくちゃ弱いんで。チェック。さあ、ここはワンペア揃ってるんですが、二人で協力して、このプレイヤー飛ばしていきます。チェック。協力体制お願いします。呼び方わからん。カッコス。あ、これはさすがにね、ごめん、ベッドするわ。いや、でもまあ、フラッシュやったらさすがに向こうもベッドしてくるやろうし、これはちょっとちょうだい。ベッド。1.7 でコールして。ごめんね。さあ、あっという間に3人が飛んじゃいました。なんか夜中プレイしてるようなイメージや。夜中になるとこんな感じで激しいプレイヤーが見られます。ちょうど昨日なんですけど、昨日っていうか今日って言えばいいか、この時間帯はめちゃくちゃ激しいプレイヤーがいて、ブラインド比がまだ200の状態で3人が確か飛んだんじゃないかな。チェック。あれ、なんか飛ばした後はおとなしくプレイするんやな、このプレイヤー。なんか全然激しくオールインしないんや。1位か6位っていう感じだな。もう6位ばっか取ってるやん。すごいな。でござる。ワンペア。まあでもこういう無茶なプレイする人はありがたいな。こうやって何人も飛ばしてくれるんで。ただこっからがどうしようみたいな。みんなチップ俺よりはるかに持ってるやんっていう。カットやもまあかなり参加ハンドは広いです。こうやって何でもかんでも参加するんではなくて、ホールドもしっかりとします。これは超弱いハンドなんで参加しません。頭の出来が違うってこと？ボタンだね。お、なんかプレイスタイル変えた。前半は激しくって、中盤からはちょっと普通に打っていくっていうプレイスタイルを、プレイスタイルなんやろな。しかも 2BB に変わったし。コール。あー、これワンペア揃ってるけど、なかなか厳しいエースあるしな。こういう激しいプレイヤーはエースの時に、じゃこれ、いやー俺はコールしないよ。逃げるが勝ちってね。頭の出来が違うってこと。これはしっかりとベットしていきましょう。もうこの後はもうチップなくなるんで、オールインモードに変わっていきます。しようかな。勝率俺の方が高そうやけどな。やっと
そこか勝負いくか、どうせどっちにしろも大してこっから2位も1位も狙うの厳しいんで、あ相手強かったわ、残念。よっしゃ、いやでもやっぱそれなりに強いハンドで強気に攻めてきてるんやな、ちょっと気をつけたいと思います。なんかしょぼいハンドでやってるんかと思ったらそうでもなかった。一応それなりに強いハンドでなんか巨大ベットしてきてるみたいです。それなりに強いけど超強いわけではないよな。頭の出来が違うってこと。これで2位も届く範囲に来ました。お、プレイスタイル変えた。ここでガチガチバンバンやり合ってほしいんやけどな。そうすると一気に2位のチャンスもあります。頭の出来が違うってこと。プレイスタイルティルトモードになってます。顔文字さんティルトモード、このティルトモードの間はラッキー、ラッキーチャンス、2位取れるチャンスもあります。なんかいい感じ。まあこれはね、行きましょう。もうオールインまで行くか。あ、残念、ティルトモード発動しなかった。ちょっと顔文字さん落ち着きを取り戻したようです。ベッド額がだいぶ下がってきました。頭の出来が違うってこと。ボタンだね。さあ、なんか顔文字さんももう普通に戻ったみたいです。フォールドもするようになりました。ベッド額また下がってきた。ティルトモードは終了と。頭の出来が違うってこと。パチオンはさすがに参加しづらいよな。レイズこれは行きましょう。多分コールもするんじゃないかな。ベッド。コール。よしよし、コールしてくれました。サイは投げられた。なんてコール。もし相手 11%。無事勝つことができました。スリーオブアカインド。よかった。予想通りコールしてくれるタイプだな。ポットベッドでもコールしてくれるなと思ったんで、ここはまあ攻めていきました。これは相手からのまだティルトモード発動したらコールしていきます。負けるとティルトモード発動しちゃうよな。ここはコールしていきましょう。おそらく勝率勝ってるはず。さあ余裕勝ち 68%。 ティルトモードになるとなんかすごいハンドで参加してくるんやな。顔文字さん残念。ごめんね。ここが天王山。まあ、でもこういうプレイヤーはちょっと少なくはなってます。ブロンズとかシルバーでのプレイスタイルではこういうプレイヤーよく見たんですけど、ゴールドはね、さすがにそんなにいなくとは思ってんけど、まあまだまだいます。全の瀬でござる。いや鍵カッコさんはまだ俺わからへんしやらんよ。コールしないわ。全の瀬でござる。あれ、鍵カッコさんまで顔文字さん、顔文字さんの意識が鍵カッコさんに乗り移ったんだ。なんでオールインみたいな。ちょっとよくわからないんで、ベッド額下げていきます。コール。何があったんや、あの2回は。チェック。まあ、ここは A を持ってるよと主張
張してベットしていきましょう。ブラフ通じるかな。あ、結構通じた。やっぱりついてるね。かなりブラフ通じやすいタイプやな。コール。このプレイヤーには今のところでベットはしないけどな。さすがにチェック、チェック。じゃあベットしていきましょう。ベット。うん、ハイカードなら降りるみたいやな。ボタンだね。グラフおすすめと書いておきます。レイズ。コール。ここはちょっとやめときましょう。チェック、チェック、チェック。さあ最後の1枚チェックしてきたらチェック。ブラフしてみましょう。どんなカードでコールしてどんなカードでホールドしてくれるのかが分かるかもしれません。ホールドしてくれた。やっぱかなりブラフはおすすめ。ハイカードならまあ降りると。9-7 で勝てました。レイズ。もう行きましょう。相手がブラフに弱い。ブラフするとホールドするんで、まあいい感じでチップ奪えるんじゃないかな。チェック。これはまあ読んで勝てる可能性もあるんでチェックで回していきます。相手から打たれると悩むな。ワンペア。よし、ブラフ打つ必要は、やっぱワンペア揃ってるとブラフ必要、ブラフする必要はなくて、ベットした時に相手もワンペアだったらコールされるやろうしな。さあここはどうしよう。2.5 でいくか。レイズ。全乗せでござる。コールしていきましょう。ほぼ勝率俺の方が高いはず。よし、 70%。 OK、 無事1。よっしゃー、これ3回は嬉しい。3回連続1やん。めっちゃ嬉しい。今ちょうど上振れ来てます。さあ、先ほど1位を取って、これで3回連続1位取ることができました。このゲームでもうプラチナになれるかもしれません。いや、3回連続はすごいよな。だって6人プレイヤーから6636の、レイズ。なんぼ？ゴール。3回連続1位取れる確率って2回連続が36分の1やん。ってことはかける6したら180、200分の1ぐらい。そう、1位は取れないよ3回連続。めっちゃ嬉しい。気づいてしまわれましたか。超上振れモードでやっていきましょう。さあ今回はちょっとゴールドランクらしいプレイが見れたい。見れたいって。見たい。というのも、ゴールドランクの特徴とか、プレイヤーの雰囲気っていうのをこの動画で伝えたいっていう目的もあるんで、まあ、先ほどなんかガン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 、なんでもオールインみたいな、コールもするぜ、オールインもするぜ、みたいなゲームじゃなくて、ちょっと、お前ら、俺らのゴールドランク、まあ、このブロンズランクとか、シルバーランク向けに、こうまあ、俺らのプレイをよく見ろと。こういう風にゴールドランクのプレイヤーはアクションを取るんだぜ。そういうのを、まあ、ブロンズランクとかシルバーランクから見たら俺ら先輩や。その先輩が見せていきたい。ということでね、そういうなんかちょっとゴールドランクらしいプレイを、この動画で伝えれたらいいかなとは思ってます。まあ、今回はちょっと落ち着いた雰囲気で、ポーカーできるんじゃないかな。ちょっと名前がね、
なんか落ち着いてない人はいるんですけど、リンプインは、なんかリンプインって良くないって言うやん。まあでもリンプインする人はいます、普通に。でもリンプインしても、そこまでを、なんか負ける可能性が高くなるとは、まあ俺は思わんけどな。まあまあ、というのも、リンクインしたら一般的にはちょっと大きめのベッドをしてプレッシャーをかけるっていうのが定石なんやけど、そういうプレーをする人はいないし、ということであんまりリンクインしても影響は出ないよな。あとはリンクインすると、リンクインとベッドのハンドが何、リンクインするときとレイズするとき、それでハンドを分けているっていうんであれば、それでまあこちらからハンドが、相手のハンドが予測できるっていうのはあるけど、このゴールドランクのプレイヤーは、その相手の反動を予測するとか、そういう風なプレイスタイルを取る人はまだいないので、特に、どうしようかなぁ。まあ、勝ってるとは思うけど、まあ、参加反動には 34%。この人プレイスタイル。結構強いハンドで参加しているんで、キング9でも負けてたな。ということで、ホールドが正しい。まあ、結果的に、ボードを見ると9が揃ってるんで強いんですけど、最初のターンだと、テルさんの方がハンド強そうやね。で、フォールドしたってことは、あまり無理にコールしないタイプよな。もしかしたら、ブラフがおすすめなのかもしれへん。まだ分からへん。クール。さあ、今回は落ち着いたプレイができてます。280やもんな。まあ、そうそう、さっき言ってたけど、リンクインしても、それがそこまで、このゲームでゴールドランクは不利になるということはもう全然ありません。リンプイン、最初リンプイン、この、今だったらブラインド比が280だから280で参加する。1BB で参加すると。通常であればここだったら 2.5BB が 3BB で参加すると。まあ740。2.5 はちょっと計算できへんけど、まあ740ぐらいチップを出して参加するのが普通やけど、まあそこを280しか出さない。それリンプインです。コール。でもこのようにリンプインしてもそこまでね、問題ないよね。まあここで言えば本当やったら、あ、そうそう、こういう感じで大きくベットしてプレッシャーをかけると。チェック。そして大きくベットしてるはずやから、多分エースも。チェック。持ってると思ったら持ってないんやな。持ってなくても今大きくベットしたからエース持ってるふりして、全然裏側さんは2ターン目ベットしてよかったと思うけどな。なんでベットしなかったのな。で、今頃になってベットしてると、なんでスロープレイがしたかったのかな。エース持ってるけどエース持ってないふりをしたんでしょうか。クール。なんじゃかんや、なんやかんやでB さんがベットしたらめっちゃ強気にレイズしていくな。クール。ほぼ 4BB 打つんや、最初から。ベッド。ドンクベッドもあります、このように。まあでも、ドンクベッドしたからって、これで大きくゲームが不利になるとも思いません、ここでは。クール。むしろ俺ドンクベットしてたら、ああ何か強いの持ってるんだなと思って俺はフォールドします。なんでね、ドンクベットどうやろうしてもこのゴールドランクでは全然ありやと思う。相手にプレッシャーかけれるんちゃうかな。クイーン持ってるんかな。裏側さんドンクベットで強気にベットしてきたもんな。まあ、ハンドみたいな、コールしてくれたら嬉しいな、ポンズさん。よしよしよし。あ、やっぱクイーン持ってたよ。そうやで、やっぱしドンクベッドは逃げろと。いう感じやな。なんで、あえて、ドンクベッドの特徴を生かしたドンクベッドブラフとか、全然ありやと思うけどな。少なくともドンクベッドブラフ、俺には効きます。レイズ。
まあでも強いプレイヤー、例えばこのターン俺はレイズしてるから、ここのターンでは俺が一番強いと考えられます。その強いプレイヤーにこのターンでいきなりベットを仕掛けるっていうのは無謀ですよと。だからドンクベットはダメだよという話なの。まあまあでもこんなな、ドンクベットまたしてきたし。いやまあ確かに前のターンは俺強かったよ。でもこのターン、前のターン強かったからこのターンも俺が強いとは限らないもんな。ドンクベットされたら俺降りるよ。分かってるじゃん。だってカード3枚も出てきたらそりゃ状況は大きく変わるよね。なんでまあ別にドンクベットしたら大きく負けるっていうこともないと思います。チェックチェック。いや、やっぱさっき今回チェックしてるんで、エースもあるのにチェックしてるんで、やはりさっきは何かしら強いハンド持ってたよな。これちょっと勝てないのでブラフ打ってきます。でブラフ打って相手フォールドしたらラッキー。よし、射撃やっぱりついてるね。もしこの勝負でハイカードで降りなかったら、まあブラフ通じない人っていう感じでマークしていけばいいと思います。どうしようかな、 2BB やしな、 2BB で大丈夫やろ。で先ほどっていうか最初の、おお、あ、スリーベットを打ってきたか。あまりここのゴールドランクではブロンズとかシルバーに比べたら3ベットを打つ人が減ってきたって言おうと、減ってきたし大丈夫やろうと思ったら、残念ながら普通に3ベットできました。でも3ベットを打ってくる人はゴールドシルバーに比べると少ないです。少ないというか、まあ適正まで下がったというか、チェック。ゴールドランクじゃねえや、シルバーランクとかブロンズではガンガン打つ人いたもんな。クール。まあ、それに比べるとまあ減ってきたなと。マジで相手チェック。今あんまし負けたくないよな。勝負時が来たら待ったな。いやでもこれはさすがにコールするやろう。コール。よし、相手ブラフでした。というのも、もうチップが残り少ないよな。3000払えば1万4000もらえるっていう状況ではなかなかフォールドしづらいです。もちろん相手がポットと同じ額をベットしてきたり、ポットの 1.5 倍をベットしてきたら、もうフォールドするかな。いやコールして俺負けるかもしれんな。コール。なかなかコールドしづらい。でも本来は相手がポットベッドとかリバーでしてきたり、ポットの 1.5 倍してきたらもうコールドするのが正しい選択です。レイズコール。チェック。さあ駆け狂いましょう。これは結構コールしづらいよな。一応クイーン持ってると考えた方がいいけど、テルさんの場合もう3000しかないんで、ここはコールするべき。ここはもう負け覚悟でもう3000コールした方がいいと思う。もうだって残り少ないしな。レイズコール。コール。さあこれはたくさんのプレイヤーがいるんで、5が出ればラッキー、5が出れなければもう諦めるという感じでいきます。チェックチェック。5出ろ。あ、チェック。このままチェックで回れば OK。 誰かベットしてくると結構きついな。コール。でもまあ 1BB 参加で6300もらえる可能性があるんで、ここは宝くじにかけていきましょう。だね、宝くじ外れました。チェックチェック。うーん、なんだか。ワンペア。
よかった。ついてるね。8、9なぁ。コール。一応リンクであれば参加はできます。みんな今回は珍しく、こうやってちゃんとホールドできるんよな。そこがちょっと違う。これベチェックとされると悩むところではあるけど、一回はコールしていきましょう。相手もリンクなんで、まあエース持ってたらリンクするのはちょっとおかしい。まあもちろん、エースの4とか、エースの3とか、エースの5とか、微妙なハンドで勝負に来てたんやったら、エースもあり得るけど、エースの可能性は低いんで、コールされ、こっからさらにコールしていくのは難しいな。でも780はコールするよ。これが、ポットの半分ぐらいやったら俺フォールドしてたかもしれんけど、まあ 1BB ブラフは俺には通じないで、 1BB ベットしたやん、ブラフで。あれ意外とブロンズとかシルバー通用します。ハイカードのプレイヤーは 1BB でリバー打つと結構降りてくれる。なんでね、結構お得なプレイなんで、お得なブラフなんで、 1BB で相手殺したら OK や。意外と 1BB グラフ通じます。ローコストハイリターンです。ベッドローリスクか、ローリスクハイリターンです。あら、あー残念。ここでまあ一番悔しがってるのはテルさんよな。てるさん、おーラッキー、俺チップないのに、一つ順位が上がった。一つ順位が上がるっていうことは、獲得できるポイントが上がるっていうことかな。てるさん今めっちゃ残念がってます。ウィッソンさんは今の俺無理せずに、まずはてるさんが飛ぶのを待つべき。そんな無理にガンガンやり合う必要はありません。だって、てるさんの前に5位になったらめっちゃポイントもったいないやん。大きくポイント下がっちゃいます。今あるポイントが282なんで、これせっかくゴールドになったのにさよならシルバーへになるんで、やめといた方がいい、そういうプレイは。テルさんをみんなでいじめるっていうのが今は正しい戦略です。無理にチップの多い人同士でやり合って、まあ、5位になるほどもったいないことはない。あ19か、もう、じゃあ 2BB でいこう。あ、いや、2BB でいこうか。レイズ。まあ、65%。かなり。ああ、ああ、運が悪かった。残念。ワンペア。ありがとさん。テルさんちょっと復活しました。どうしよう、 1BB でみんな下ろすか、あーテルさんいじめるか。まあ行こう。よし、これはラッキー。 2BB で 4.8BB 戦わずして2倍以上のチップを獲得しました。美味しいよな。さあ、テルさんがどこで勝負を仕掛けてくるか、そしてウィッソンさんもどこで勝負を仕掛けてくるかっていうことよな。ここはどうやろう、クイーン6なあえて行く必要もないか、それともレクさんと協力してテルさん倒していくか。 OK、 協力しましょう。大して強いハンドじゃないんだけど、2人で協力して倒した方がまあな、勝てる可能性は上がっていくんで。チェックチェック、何やねんこれジャックだけで4カードできてるやん。チェックチェック、うん、よ
し、無事。フォーオブアカインド。現実から目を背けないでくださいね。これで5位も決定です。コール。さあ、ここは参加していきます。コール、チェック。ああ、ベットしてもよかったか。まあ、みんなリンクで入ったんで、エースは持っていないと考えて、ベットしていきます。やっぱりついてるね。ボタンだね。さあ、ウィッソンさんのチップは俺たちから比べてかなりちっちゃいので、少ないので、こっからなかなか3位取るのは難しい状況。ね、どこかでオールインしないといけない。そのオールインハンドをどこでオールインするかを、まあ、どこでオールインするか今狙っている状況です。強いハンドが来たときにオールインと。クール。しゃあないなぁ。参加するか。コール。チェック。チェック。0.2 だけ残すんだ。チェック。チェック。さあ、最後に2出てほしい。チェック。あかん。外れた。宝くじ当たらねえ。もうチェックで回していいんちゃう？悩んでるけど、裏側さん。ベッド。ああ、ベッドするか。じゃあ何かしら持ってるんやろうな。逃げるが勝ちってね。強っ。持ちすぎ。フラッシュ。危な。俺2位持ってたら巻き添え食らって俺も一緒に死ぬとこやった。さあ、なんとか3位になっています。で、ここで意識したいのは、このプレイヤー、俺とチップがほぼ同じなので、さあ、ここでの戦いになります。裏側さんと争ってチップが全部なくなるという状況は避けたい。希望を言えば、ここで争って、リーさんが負けて2位になるっていうのが、まあ、ベストなシナリオです。チェック、チェック、チェック。いいハンド、まあ、かなりいいハンドが来たら、オールインしていきます。ワンペア。あらあら、ラッキーでした。もしくは、裏側さんがホールドした状態で、二人の対決の時は積極的にオールイン仕掛けていきたい。でも、裏側さんが BB にいる時になかなかオールインはしたくないんだけど、そんなに激しいプレイヤーじゃないのかな。さあ、ここはオールイン仕掛けていきましょう。サイは投げられた。なんてね。よし。やっぱりついてるね。2球はやめます。裏側さんがレイズしてきたので。佐伯やっぱりついてるね。ボタンだね。佐伯やっぱりついてるね。これ2位を取れば俺多分プラチナなれるよな。ということで、お願いします。2位にさせてください。3位だと、まだ、プラチナにはなれない。チェック。チェック。これ、オールイン行こうか。サイは投げられた。なんてね。ドローなので、ここでグラフオールイン来ました。うまくいきました。これでまた、2位の人にチップ並びました。少し、のんびりできそう。次こそ裏側さん勝ってほしい。裏側さん頑張れ。裏側頑張れ。ああ、裏側さんはおじけづいてしまわれましたか。ハイカードではしっかりフォールドするタイプやな。これどうしようかな。どうしようかな。いややわ。ウォールインしてコールして3位になりたくない。コールチェック。おし、これはオールイン、オールイン行こう。コール。
オールイン行くで俺。サイは投げられたなんてね。コール。あとはダイヤ、ダイヤ来い。おっしゃ、ダイヤ以外でもクイーンが出ると勝てます。クイーンジャックが出れば勝てます。スーペア、よかった、ついてるね。これで1位も狙える。チップの量レイズ、これどうしようかな。相手 2BB してるからエースもあり得るよな。コールでいこうか。コール、これはちょっと諦めモードでいこうか。一応コールはするか。コール、ベッド。なんでこのベッド、やめるか。1位と2位で無理に争う必要はないけど、何持ってるんやな。結構慎重な裏側さんがこんな感じで強気でベッドしてるっていうことは、フラッシュドローか、なんかワンペア揃ってたんかな。ではオールイン行きましょう。まあ 1BB でコールしたら俺の方が勝率が高いんで特に問題ない。よし、やっぱりついてるね。ボタンだね。これなぁ、悩むけど行くか。俺が一番チップ多いし。なんてね。さあ駆け狂いましょう。サイは投げられた。マジで、あ、これはやばい、これはやばいわ、これはやべ。ああ、行き過ぎたか。みんなエース持ってたんか。ごめんね。まあでも2位になれたんで、プラチナにはなれる。ここが、よしとしましょう。これなあ、もう超弱いハンドやけど、オールインしなしゃあないよな。いや、コールで行く。チェックで行こうか。チェック。57が出たらオールイン行こう。よし。サイは投げられた。天井買ってる。ね、よっしゃ。サイやっぱりついてるね。ボタンだね。これ52って超弱いやん。サイやっぱりついてるね。点七な、弱いんやけどもう行かなしゃあないよな。いかなしゃあない。サイは投げられたなんてね。コール、コールされて、あ、それでもかなりの勝率、ラッキー。7が揃ってるんでドミネートしてます。ドミネートした状態だとかなりの勝率が出ます。まあ、7が同じで相手8、俺10でね、数字が10で大きいです。なのでどうしよう。サイは投げられた。弱いけどな。ホールドお願い、ホールドお願いと。あ、4位相手。残念、勝率37しかありません。ここはラッキー、ラッキーで勝てた。ワンペア。ラッキー、これはありがたい。ついてるね。チップ並んだか。まあ、ここは慎重に行きましょう。コール、慎重に行きましょう。相手コールしてるんで大したハンドではないです。キング1枚で勝てる。なんてね。よし、サイキやっぱりついてるね。ボタンだね。このようにまだゴールドランクはこれチップが少なくなった時にどういう風にプレイすればいいのかっていうのはまあ分かってない人が多いです。さあ、ラッキードミネートしちゃいました。またまた、マジか。1位、よっしゃ、来た来た来た。うわー、4回連続1位取れた。さあ、これでついにプラチナランクです。やったー、やべえよ。しかも1位4回。